戦を控える日本代表の点取り屋中村敬斗が練習で流血。第2戦イラク戦19日に向けて練習を冒頭40分公開した。デビュー戦から6戦6発している中村敬斗は練習中に接触によって右すねを流血するトラブルが発生。その後、テーピングを巻いて、練習に復帰した。その後も公開部分では練習を消化。非公開に入った後、プレイしていたカフネイラが、再オープンになった練習後は森保一監督と話し込んでいた。やばいな。浅野を左サイドにするか。オートコトン左サイド呪われてる。書き方的に試合で得ないほどではないんだろうけど心配ですな。三笘もいなくて中村もいなくなったら相当きついだろうな。浅野も大然も本職ではないし、滝を左にするのだけはやめてくれよ。普段から靴下みたいな短さでやってるからだよ。すね怪我するからすね当てしろって。あれはレバースしてないからカバーでもソックスの締め付けで釣りやすくなるって本人言ってたしな。ソックス下げてる理由知らない人多いな。圧迫されるのもそうだし、練習ですね当てつけるのって今あんまりいないよな。けどソックス上げてできるだけ大きいレバースつけんと危ないし難しいな。流血ならまだよかった。流血ない、すねの故障とかの方が怖い。